ご用ですか。構成は順調かな。囚人を戦う改造の時間だ。なるほど。新たな形はこうなるが、良いかな。新たな姿へと。終わりですか。せいぜいあがけよ。
申し訳ありません。 なんつうか尻が痒い。自分で何とかしなさい。 最近 CM ってなくないか？我が輩は CM 見る方が好きだな。
特にあの歌の流れるやつとか。宝箱発見ね。中身をいただいちゃおう。大げさなんだよ。先日、同人誌というのを書かないかと誘われたのです。同人誌って文集じゃなかったっけ？フォックスって文才もあるのね。ねえ、誰か買い物付き合わない？荷物持ってほしいのよね。交換条件ならな。俺は絵のモデルをお願いしたい。楽しみの時間だな。腹が鳴ったか。昨日は絵に夢中で飯を見たしな。ご飯を忘れるほど集中ってすごいわ。私は絶対食べないと無理。じっくり来るもんね、この武器とか。不思議と自分に馴染む道具というのはあるものだよな。しまいそう。私がサーチしてるから大丈夫。ノアールは真面目だな。
小さい方が狭くて落ち着くから好きだけどな。電子書四角羊羹、いや芋羊羹が食べたいな。私羊羹ならいい和菓子屋さん知ってるよ。見せつけてやりましょう。だいぶ様になってきたな。我が輩の力もしっかり見てろ。準備のための買い物はだいたいジョーカーがしてるのよね。おいおい、我が輩も一緒だぞ。座席に座ってるだけじゃ体がなまっちまうぜ。空気椅子ってあるよな。スカルやってみて。車で移動するなんて普通じゃありえないよね。そういや電車とか来ねえよな。大丈夫だよな。仕事の役に立つかもってまたトレーニングを始めたんだよ。スカルは真面目なのね。金色だけど。自慢のフォルムだぜ。シャドウたちは普段何を食べているのかしら。
なるほど。興味深い疑問だ。あ、宝箱。確かに聞こえても変じゃないかも。シャドウがいるよ、ジョーカー。お前らも戦い方が手慣れてきたな。いい感じだぞ。いや、まだまだ美学を追求しなければ。モナは猫さんだから周りが暗くても平気なんだね。猫だからではなく怪盗だからだ。鍛えないとと思って始めたジョギングが楽しくなってきたのよね。クイーンはすげえな。私は歩くのもダメだ。先が見通せないな。私がサーチしてるからな。安心しろ、オックス。シャドウ確認。ジョーカーの判断を待つわ。最近は怪盗団を批評する本がたくさん出版されているみたい。金になるものは何でも利用するか。気に食わねえな。こういうとこに来るとよ、ヤッホーって叫びたくならねえ。はあ、スカルみたいなのいるとちょっとは気が紛れるわ。
少しコーヒーの香りがするね。なんだか飲みたくなってきたかも。ジョーカーのモナからだな。まあ私もちょっとするか。効果的なんだよね。まあ、宝箱。何かいいものが入ってそうね。金が減る方がストレスがたまる気がする。この辺りにシャドウの気配。よしよし、スマーッといっちまおうぜ。スカル乗ってるね。ちょっと言い方子供っぽいけど。うちの学校、変な先生が多くない？変な先生は嫌だよな。というか先生が嫌だな。こんな力が使えるなんて今でも頭がついてかねえよ。おお、宝箱だ。開けよう。成績の良し悪しなんて普通すぎて退屈ね。じゃあ点数分けてよ。一番目立つのは誰だろうな。
なシャドウでも来てみやがれ。楽しそうだな。釣られて俺も愉快になってきた。このシートは牛眼か。なかなかの座り心地だ。座り心地は重要だな。私の部屋の椅子もなかなかいいぞ。みんな水分補給はこまめにね。あ、抜かりはない。ペットボトルに水道水を汲んできた。行きたくねえよ。てか懐かしいってどんだけだよ。よーし、いいぜ。
し訳ない。初めてだな、ジョーカOh!
相変わらずすげえ力だな、ジョーカは嫌だよな。というか先生が嫌だな。また新たな仮面を増やしたな、ジョーカさすが。
ヒーロー。さすが。いい調子。今のところ順調だな。何かご用ですか？ゲームの進捗はいかがかな？さあ選べ。継承するスキルを選ぶのだ、囚人。強大な力を授かって生まれてくるだろう。二人とも始めるのだ。よし。やめるの術、閲覧なさい。相応の代価は手はお持ちの。無礼な男ですね。こっちゃ合体です。今継承するスキルを選ぶのだ、囚人。強大な力を授かって生まれてくるだろう。生まれ変わるといい。よし。今の引き継ぐ呪文を選びなさい。強大な力を授かって生まれてくるだろう。生まれ変わるといい。よし。継承するスキルを選ぶのだ、囚人。強大な力を授かって生まれてくるだろう。生まれ変わるといい。よし。やめるのか。見るの閲覧なさい。
総合の大工ではお持ちなさい。総合の大工ではお持ち、落ち着きが足りないし、さあ選べ。今のあなた引き継ぐ呪文を選びなさい。強大な力を授かって生まれてくるだろう。生まれ変わるといい。やめるのです。あなたの奇跡です。このペルソナの手はお持ちなさい。このペルソナですね。総合の大手はお持ちなさい。このペルソナの手はお持ちなさい。このペルソナはあなたの力です。この総合の大化、あなたの力、落ち着きが足りないよう集計を執行し集めるのです。本当継承するスキルを選ぶのだ、囚人。強大な力を授かって生まれてくるだろう。では始めよう。やめるの。閲覧なさい。総合の大手はお持ちなさい。総合の大手はお持ちなさい。総合の大化ではお持ちなさい。総合の大化、あなたの力で剣を執行し、貴様に揃えられるのか。今のあの引き継ぐ呪文を選びなさい。強大な力を授かって生まれてくるだろう。生まれ変わるといい。よし。
やめるのでいるあなたの奇跡です。総合の大手はお持ちなさい。このペルソナはあなたの力です。このペルソナはお持ちなさい。総合の大手はお持ち。ウロウの男です。しさあ、貴様に揃えられるのか。今のあの継承するスキルを選ぶのだ、囚人。強大な力を授かって生まれてくるだろう。生まれ変わるといい。やめるの。閲覧なさい。総合の大あなたの力です。総合の盾はお持ちなさい。このペルソナ手は表裏のあざこです。後継を執行す。貴様に揃えられるのか。ほんと継承するスキルを選ぶのだ、囚人。強大な力を授かって生まれてくるだろう。生まれ変わるといい。やめるのでいる。閲覧なさい。このペルソナを手はお持ちなさい。総合の大工手はお持ちなさい。このペルソナはあなたの力。落ち着きが足りない囚人をさあ集めるのです。今のは継承するスキルを選ぶのだ、囚人。強大な力を授かって生まれてくるだろう。生まれ変わるといい。やめるのでいる。閲覧なさい。総合の大工手はお持ちなさい。このペルソナはあなたの力です。
それ以上のペルソナを宿すのは不可能です。構成の時間だ。まとめて首吊りか。何を悩んでいる。このような力を宿すが良いかな。いささか手荒になるが。見る、閲覧なさい。このペルソナあなたの力立ち付きが足りない。皇帝を執行集めるのです。本当継承するスキルを選ぶのだ囚人。大きな力を授かって生まれてくるだろう。二人とも始めるのだ。よし。こことかいいんじゃないでしょうか。
またね。書くか。